えー、Google 翻訳で、えー、音読しながら英語を勉強する方法です。簡単なんです。えー、っと、まずここにね。えー、っと、例えば、本みたいに、ね。そうすると右側にこういうふうに出てきますよね。これちょっと保存しておきましょう。この場で、あの、これ、例えば、b o g s b u g s というふうに発音して覚えても構わないんですけど。これ、これ、消しちゃいましょう。<laughs> そしてここで例えばね。わ楽しい。お <laughs> これなんて言うんだろう,英語で <laughs> どうな The book is scissor, omega, scissor, sans scissor, omega, scissor, sans scissor, omega, sc これオメガなのね。これシーザーズですね。シーザーって言ってますけど、シーザーズですね。これチョキだから。でこれが3って言ってましたよね。すごい。まあこれは,これはちょっとごめんなさい。本は楽しい。あ、楽しいでもこれなんだち。ちょっと待って。なんでこれが出てくるんだろう。これどうしてこれ出てくるんだろう。 あのしい。これですね。私これ使ったかな前に使ったから出てくるんだよね。誰かこれやった <laughs> えっと、まあ、これね、こんな風な感じです。そうすると、これ読むのが、Books are fun.Books are fun って言ってますけど、ここにこれある歯車のマーク。ね。えー、っと、これ遅めです。標準でいくと、こんな感じになります。 Books are fun. あれそんなに変わらないな。やや遅め。Books are fun。同じじゃんで、遅め。Books are fun。同じだな。<laughs> あんまり変わんない気がする。でもまあ、遅く設定しておいた方がいいと思います。遅めの読み上げ速度をお聞きください。 やや遅めの読み上げ速度をお聞きください。標準の読み上げ速度をお聞きください。多少違ってますね。確かにね。日本語だとわかるのはなぜ？<laughs> で、これも一応これこの星チ柱これでね。こういうふうにここれでなんか保存するんです。で、また違うの書きましょうか。えー、っとこんな感じ。 これね I <'m> sorry. あ、こっち持って。あ、標準になってた。あやっぱり違うね。I'm sorry.I'm sorry. みたいな感じに聞こえますね。さっきの I'm sorry って感じだからね。えー、っと、申し訳ないです。これもじゃあ保存しましょう。例えば保存しておくとどうなるかというと、履歴っていうのを見ると、えー、っと、ここにありますね。あ、これありました、ありました。 あ,あ、さっき途中までだったからね、これね。いろんなところで保存しちゃってるんです、ね、これね。えっ、ー、と、ちょっと待って。あ、これこれこれ、保存済み履歴じゃなくて、こっちだ。こっちだ保存済み。こっち見ましょう。そうすると、あ、今出てきました。I'm sorry。I'm sorry。あるでしょう。それから。Books are fun. ああ、でしょう。ね、Books. こんな感じでありますね。It was a good fight. あ、これ、前に私が言 あの保存したやつです。これずっと保存されたのが出てきますんで、後でまた勉強します。それと、これ全部、ここね、これかなあ、保存済みの翻訳をすべて、削除ってダメだ。ダメだ。これは何あ、これ、あの、エクスポートできるんですよね。スプレッドシートに。だから、この保存したやつを、ここで、えっと、 ここをクリックすると、こういうスプレッドシートに、これ,これ韓国なんかやってるんですけど、今までの保存全部ねで。これを全部、あの、これちょっとコピーして、そしてそうですね、私のページ。ここにいろいろ書くんですけど、ここに貼り付けると、えっと、貼り付けこれ あ、こんなになっちゃうな。ダメだな、これ。えじゃあ、あ、ここを右クリックで、書式の足で貼り付け。ここ行きましょう。そうすると、こんな風にサキセスが出てきます。ね。えー、申し訳ない、えー。日本語英語。もう、これ、これが爪。これ邪魔だな。まあいいや。申し訳ない。I'm sorry。本は楽しい。books are fun。本、books。前線でしたね。it was a good fight. みたいな感じで、ここに出ますので、後でまた音読もできるっていう感じで。まあ、ここまでやる必要はないかもしれませんね。 えっとまあ、とりあえずこれがこういうふうに出るって感じね。これはどうかな使わなくてもいいかなこの音声のややおすすめにするっていうのはできますよね。でここのところを、えっと、例えばこの音であの判断することもできますよね。これでね。例えばね、まあ。英語を勉強するってあまり簡単なことじゃないけど、とにかく続けることですね。 っういう,感じでそうするとこ keep going. Well, studying English is not t h の t easy, but you just have t てい e e p g o i n いその何りです完璧ですこれでこても例えば保存してもい,いしの、まあが起ってまた全然関係ない今の保存もし見てみれば えっとあここに出てますね、これね。ここでまたもう一回読んでもいいし、さっきみたいにどっかに貼り付けてもいいわけですけど、こんな感じで、この翻訳だけで、まあ、大体のことはできちゃうんじゃないでしょうかね。文法的なことを説明してもらうってことはできないかもしれませんけど、すんごく簡単で面白いです。これ逆にすることもできますよね。英語を言ってみて、日本語に訳されるかどうか。いっあ僕すいません。 今英語モードになってませんでした。日本語モードになっちゃってました。私自分の。じ、え、ゃ、っと、もう一回いきますね。It's not that easy to study English alone. 一人で英語を勉強するのは簡単ではない。a it's not that easy to study English alone. It's not that easy to study English alone. 一人で英語を勉強するのは簡単ではない日本語だいぶなんか間延びしちゃってる感じですけど、英語のこれも It's not that easy to study English alone さっきのまあ,あの、外人さんにとってはきっとこれはさっきの日本語みたいな間延びした感じに聞こえるはずです。だからできれば標準で It's not that easy to study English alone これもかなりゆっくりなんですよね。でもまあ、よよこのやや遅めじゃなくて遅めがきっとね、最初はいいと思います。